なんですって？言っていいことと悪いことがありますよ。
まだ方法があるですって？僕はバイクにも乗れないし、魔法使いでもない。今から15分後にここを出て、12時までに彼女の家に着くのは不可能だ。え？そりゃ間に合うかもしれないけど、そんなこと不可能です。クロスさんが今すぐここに来られるって言うんですか？だったら、もしかして…待ってください。50メートル以上の高さがあるんですよ。トレックありません。それに真珠の指輪なんです。落としたら壊れてしまう。わかりました。もし僕が指輪をキャッチすることができたら、僕は彼女にプロポーズします。もし取れなかったら、きっぱり諦めます。わかりました。やったー！やりましたよ、クロスさん！見事キャッチしました！ありがとう。なんてお礼を言っていいのか。はい、じゃあ、行ってきます。こちらにクロスさんという方いらっしゃいますか？クロスさんですか？僕です。浦沢ですよ。探したんですよ。名前しか聞いていなかったから。ええ、おかげさまで。来月式を挙げるんです。いや、実は早くしないと目立ってきちゃうもんで。2ヶ月なんです。お恥ずかしい。来月ハワイで2人だけの式を挙げるんです。だからクロスさんにはぜひ報告したくて。いや、話が急だったもので、どこの式場も予約が取れなかったんですよ。この間の依頼料もお支払いしなくてはならないし。これでは僕の気が済みません。なんでいいんですか？ありがとうございます。